給食デザートを消費できましたが、できるわけないでしょ、1日2日か2日で。無理よ、冷凍庫パンパンだって言ってるのに。でも2日で消費したらやばいよ。どんだけ食べてんの。こんばんは。筋肉愛好家さんファンレベル中に、あいつです。ありがとう。あいつね。こんばんは。どうも。うん。こんばんは。うん。お疲れ様です。お疲れ様。こんばんは。どうも。今は虹色のソラさんファンレベル12、ありがとうございます。ありがとうございます。いや全部消費はさすがに思ってない。でもじゃあ消費、あ、少しはってこと。あ、少しは食べてる。昨日時はで毎日食べなきゃ。こんばんは、どうも。ふうかさ、ファッションしようと思ったらさ、昨日さ、なんかなんだっけ、 G キャップみたいなやつを置いて、置いてたやつを入れ替えて、置き、あの、そうそう、変えなきゃいけなかったから置き換えてさ、置き換えたんだけど、その新しいやつでふうが遊ぼうとしてて取れないようにしてきた。ママさんファンレベル15、ありがとうございます。ありがとう、ね、こんばんは。どうもどうも、お疲れ様です。お疲れ様。何のものはそりゃおもちゃ。いや、遊びそうだなと思ってたけど、いや、取れないかなと思ったら、まだ遊ぶのかな。こんばんは、おもちゃもういるよ、今部屋に。なんか悪さしてるわ。何してんだろ、なんか悪さしてる。こんばんは。ね、なんでベッドの下に入り込んでるんだよね。カビ引っかきそうで怖い。こっちに置いて、シュッと聞こえるのに。アミソさんファンレベル15、アイテさん、ありがとう。あー、来た。はい、これあげる。はい、殺させるから見なさい。こんばんは。どうも。トムジャラシー欲しいなんだよ、そりゃ。なんだよ、中で遊んでるな。ああ、こんばんは。ファンレベルが初見になりましたって何よ。どうも警察です。警察の一層に山田さんのご協力をお願いします。あんつったよ、ずっとみんな初見詐欺してダメですよ。こんばんは、どうも。キャンシーさんファンレベル15、ありがとうございます。ありがとう、あいつね。こんばんは、どうも。あ、僕さダメでしょ、あんなずっと暴れて。こんばんは。やばい、ブブが元気すぎるよ。一気ご飯あげたら暴れ出しちゃった。こんばんは、どうも。詐欺師です、すいません。よくないぞ、詐欺師は。こんばんは。初見王の倒すんですか。初見王って何ですか。こんばんは、どうも。やほん、こんばんは。暴れてる。
ファンレベル中に入ってます。はい、どうぞ。ママ初見です。違いますよ。もし頑張る。忘れた。忘れた忘れた。うん。おかしい。ねえ、ね。はい。投げた途端脅威示さなくなる。木村さん100回目の方もありがとうございます。たくさんありがとうございますね。こんばんは、だもん。松尾さんファンレベル14おはようございます。ありがとう。こんばんは。我が家の猫は膝の上で寝てる。かわいい、かわいいなぁ。こんばんは。こんにちは。クッションに突っ込んでいってる。なんもない。楽しいかそれ。なんないだろ。人のためにするクッションがあるんだけど、俺が突っ込んでる。ママはウーの木の猫じゃらし。でも猫じゃらしだったらウー何でも好きっぽいな。なんか鈴が鳴るやつも、鈴ついてないやつ。ママはダマン。テロウソ。こんばんは。どうも。100回目まで忘れて。嘘だ。100回目って言ってるのに。どっちだよ。初詣の方ありがとう。こんばんは。どうも。みんなライブをタレントをたくさんありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。どうも。どうも。こんばんは。これか。こんばんは。初詣の方ありがとう。どうも。こんばんは。どうも。今日さ、ペン買いに行こうと思ってたの忘れた。結局行ってないわ、買うもんね。明日は行こうかな。全然買わなきゃ。映るんだっけ、ここら辺のペン。うちの猫ナスビ加えてもナスビ加えて持っていくの。ナスビ泥棒。見て映るじゃん。映るな。今回。こんばんは。たまに好きすぎていつも愛されてる男です。誰だよ。本当に。すぐペン映るじゃん。よいしょ。こんばんは。でもこれは外出するする詐欺でするよ。買いに行かなきゃ。買いに行かなきゃでしょ。いきます。ペンと洗剤とラップを買わなきゃ。買いに行きますよ。明日行こうかな。二度目の方ありがとう。こんは。夜だるくなって寝てた。いや忘れてたね、完全に。買いに行かなきゃいけない。起きて思い出した。もう遅かった。こんばんは。猫ってのすび食べる。確かに。こんばんは。二度目の方ありがとう。どうも。ナスは食べず、あー食べないんだ。遊ぶだけ。ナスで遊ぶ。ちょっとやだな。こんばんは。どうも。ウーはね、食べ物では遊ばないけど、テーブルでご飯食べてたらね、すごい欲しそうに来る。
くれよ。忘れちゃうとか可愛い思ってんのか本当に。こんばんは。うちの犬もそれやる。バトル出てくる。可愛い。でもなんかさ、目を離した隙にさ食べられちゃいそうで怖い。準備してる時とかに、キッチンに物取り行ったりとか食べられちゃいそう。こんばんは。思ってるよ。そのカタカナの思ってるは思ってないやつだから。平星100完了。ありがとう。ありがとうございます。こんばんは。あとあれだね、ペットボトルのキャップあげたらめっちゃ遊ぶ。洗濯物加えたりして遊ぶ。それしてたよな。あやったのに。皆さんおもちゃやばい。確かに食べないのか。お母ちゃんはいつも可愛い。ありがとうね。ありがとうございます。こんばんは。急に静かになったから、ドマーブスにしているんだよな。こんばんは。どうも。怖いな、急に静かになった。こんばんは。どうもどうも。静かな。絶対なんかしてると思うんだよな、ブーが。今ベッドの下にブーが入ってて。静かすぎる。さっきまでめっちゃ暴れてた。でも脱いだ靴下とか奪われてた。ベッドに。ブーはあんまり洗濯物とか取っていかないわ。ブー。うん、初音の方ありがとう。ここは初見です。違います。今日が育ってちょうどいい方さんし、そうなんです。うん、ベッドの下は何してる。なんかいつもね、あ、あれ、あれ、ケイシンの子いる。いつの間に戻ってきた。で、さっき言ってるわ。初音の方ありがとう。ここは皆さんは高いところ、あー、寝るときいつも刑事の5階まで自分で行くけど、キャットタワーもあんまり登んないし。あんまなの高いところ。ベッドの人に男の子見つけたらやめてよ。偽名いいよ。うーっていろんなとこいる。聞こえないんだよね、移動してる音が。気づいたらどっかいる。ども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 やほん。こんばんは。よいしょ。こんばんは。どもん。カラオケしようかな。設定変えなきゃ。こんばんは。どもん。お腹すいた。で、さっきね、あれ食べた。かぼちゃプリンタルトとソーダゼリー。で、食べた。給食デザート。かぼちゃプリンタルト美味しかった。かわいい。ありがとうね。ありがとうございます。あつもの方ありがとう。こんばんは。キンさん好きだ。たくさんありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。いいねでしょ。給食デザート美味しいよ、どれも。いいな。買えなよ、給食デザート。え、美味しい。よいしょ。何してるのか。かぼちゃプリンじゃなくて、かぼちゃプリンタルト。そう、タルト。タルトになってる。プリン、ん？焼きプリンタルトと、かぼちゃプリンタルトと、お米のタルト買った。タルトの。かぼちゃプリンタルトも焼きプリン、え、かぼちゃプリンタルトと焼きプリンタルトを今日食べた。どっちも美味しかった。タルトプリン、タルトプリン、逆だね、プリンタルト。そういうなんかないけど。こんばんは。どうも。どうも。タルトのプリン、逆なのよ。何タルトのプリン。タルトの中にプリンが入ってる。
ップさんファンレベル13ありがとうございます。えっとね、大分弁ってどう、大分弁ってどういうのがあるの。大分弁よだきとかめんどくさい、めんどくさいとかっていう。タルト作ったことはなかったっけな。いや、タルトはないかも。タルトはないや。タルトの型はあるけど、その型でキッシュしか作ったこと、タルトは作ったけど、なんかタルト、なんか型だけあって重りをさ買わなきゃいけないんだよね。グランジョ？タルトってさ、タルト生地真ん中へこんでるじゃん。そこの中になんかクリームとかさ、なんかいろいろ詰めてさ作るじゃん。だからこう膨らまないようにする重りがいるんだけど、売ってないから買うんだけど作れない。こんばんはーと思う。まさとさんファンレベル13ありがとうございます。ありがとうございます、ね、フルーツタルト食べたのでファン感謝デーでゆえお願いします。やだよやだよフルーツタルト作る夏王の方ありがとう。こんばんは。内田さんファンレベル12ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね。こんばんは、どうもどうも。やばあ、これまた配信何時までか書いてない。私いつも忘れちゃうんだよな。22時までね。レインボースターありがとうございます。ありがとう、こんばんは。どうもなんかリップ薄いな。あ、そっかな。こんばんは。どうもリップ薄い。フロマンさん好きだ、たくさんありがとうございます。ありがとう、あいつね。こんばんは。3位、好きだ3位で、うん、絶対君がいい、絶対君がいい。27位、今日の頑張る理由は君なんだ。11位、うん、一番いい、2位、ありがとうございますありがとう、ありがとうね。初音の方ありがとう。こんばんは。じゃじゃ麺、じゃじゃ麺、じゃじゃ麺、食べたことないんだよねあれあれってどんな味する。韓国料理だよね
貯めとこうと。でも嘘つき詐欺師転売屋です。もう最悪な自己紹介よそれ。嘘つき詐欺師転売屋。最悪よ。遊びに来てありがとうね。ありがとうございます。アンクレット、じゃあ違う、アンクレット、アンクレット、アンクレット、初見さんコメントありがとう。こんばんは。パンダハンマーさんファンレベル14、あいつします。ありがとう。ダメ人間の紹介としては満点。確かに。チェキ10枚ください。許可ともずに売るので誰があげるか。こんばんは。かなちゃんさんファンレベル17、ありがとうございます。ありがとう。水野こんばんは。シナブル、ハート型、ハート型ウイルスなんてあるか、ハート型ウイルスか。うん、サステナブル後で歌う。なんだっけ、あの全部売ったかな、もう一回いけるか。ただし、ただの種類で高く売ると、買ってあげるか、チェキー転売するの。もう1枚10万とかで売るぞ。1枚10万、10枚でしょ、100万から。転売するんだったらそうしようかな。すっごい。うん、まあまあまあ、いい商売すぎる。確かに、チェキ10枚で100万やばい。1枚10万転売倒せたいね。あ、そうに、うん、はい、とこチョイス。
し、あえた。よし、かなさん、ファンレベル12、ありがとうございます。あえた。パチパチありがとう。あえた。ありがとうございます。大満点、本当に優しい。ありがとうございます。最近の悩みは、友に愛されすぎていることです。なんだよ、それ。じゃあ、大丈夫ですか？ですか。パチパチありがとうね、みんな。ありがとうございます。アニメルメちゃんか。こんばんは。タモ？タモラタモラ高収入？何ですか。何急に。素晴らしかった本当に。よかったです。定期分おっしゃった。定期分入ってないのそれ。入ってないの。学校さん限定の定型文なのさ。いいっすな私。あ、ゾウの方ありがとう。こんばんは。こちらこんばんは。どうも。えなちゃん言うとお前嘘つけー。嘘すぎるだろ。そっか嘘すぎる。ひなくん、ひなくんとか私んとこじゃない。こんばんは。どうも。ほんとだよ。そう、嘘のパターン。その言い方は。そう、そんな言い方嘘なの。こんばんは、だわん。うん、とも。はっちゃないよ。こんばんは。だもん。やっほー。グーさんファンレベル14。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。頑張ってください。ありがとう。ありがとうございます。頑張るよ。のぼせに来ました。そっちかちゃんとか。違うの。今度、大丸で公演曲の。あ、公演曲の衣装ってなんだ。なんか衣装店やろうっていうのなんか X で流れてきた公演曲なそうなんだこんばんはどうも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 ネイルしないいやネイル可愛いけどさなんか浮いてくるのなんかつけてたらネイルの先とか根元がそれでなんかさ髪洗ってる時に引っかかったりとかなんか気をつけるのが嫌であと爪切れないから自分で切ろうと思えば切れるけどちょっと爪がさこう悪くなっちゃうからだから自分で切らないからめっちゃ1ヶ月ぐらい切れないからっていうのとあとネイル取ったらめっちゃ爪薄くなっちゃうからネイルするとね爪がオフした時にめっちゃ折れやすくなったりするからいいかな可愛いけど確かに前はしてたんだけどねもういいかなってちょっと二度目の方ありがとうこんばんはかわいいなんか杖かわいいと確かになんかこう写真撮るときもさ実名よりかはかわいいじゃんそっちのテンション上がるしいいんだけどこうパーティー杖いたときにかわいいとねテンション上がるしいいけど浮いてくるのが嫌だかな結構すぐ浮いちゃうからですネイルがでもいいかなと思って失明の方が楽なんだよねストレスがなくてそう浮いてきたりとかすると気をつけたりとかそうだね確かに可愛いんだけどデメリット多いまあね可愛いけどアンツムの方にどうこんばんはネイルした後はめっちゃ爪が薄くなって弱くなるからペラペラになっちゃうのよこうだから気づいたら中で爪が折れてたりとかよくあるんだよ。でも思いのなし橋本環奈クラスの可愛さだから無理して気がらなくてもいいと思うそのクラスなのすごいなそんなにつけやおせきすぎるだろ乙女の悩みそうよねるね、かわいいけど。よく見ちゃう。前も職場で浮いてる。これで浮いてるの？大丈夫よ。ここでは浮いてないから。めちゃくちゃ馴染んでるよ、ここで。こんばんは。嘘じゃない。それ嘘のパターンなのよ、その言い方は。こんばんは、だわん。こんばんは。多分
飲みたろ、おかん、え、え、こんばんは、初音の方ありがとう、どうも。みんなタレントをライブをありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、こんばんは、どうも。レパートリー増やせ、頑張るよ、こんばんは。今ないかな、タレントのライブ。今知らせ、頭で気づいちゃった。タレント部門、あ、今5位ですね、タレント2650個。でも4位とのさ結構近いわ、13個差、接戦ですね。ねえ、全体22位だ。ありがとうございます、ありがとう。ないとね、いいよ。初音の方ありがとう、こんばんは。多分涙やろ、あ、おかん、こんばんは。初音の方ありがとう。大きい声、低い声、私はもうわかんないの。こんばんは、どうも。ジェネレーションギャップ、そういうことよ。めっちゃ真上向いてるわ、へそ転してるな。こんばんは、知らん曲ばっか、そんな普段曲そんなに聴かないもん。こんばんは、どうも。今の電気が聞こえる、マイク拾わないです、ね、かわいい。こんばんは、初音の方ありがとう。よかったもつ316人、星高さん今月もありがとうございます、ありがとうございます、ね、超浮いてきた、早っ浮いてきたの、お疲れ様です、お疲れ様。シャワー配信終わった、シャワー、こんばんは。猫股になる、どうぞ。おさんずっと寝てる、さっきもさ、あのご飯あげる前も寝てて、また寝てる。どうせつさんにポスターありがとうございます、ありがとう。かわいかったんだよな、ご飯あげる前さ、私も寝てて、ブーブが近くに来て慣れてたらめっちゃじゃれてきた。こんばんは。可愛いの、お腹空いてる、お腹空いてる時が一番可愛いから、めっちゃ手噛まれたけど可愛かったからいいわ、許したいよ。もうこれ噛まれた後はなんかしょぼろ。ふーさん誤解がね、とかそうだね、ケージの誤解が、ケージはキャッパーだけどね、勝手に入ってる。今日のデザート、あべかお餅、カオモチ、カオモチ、何だっけ、あー、これか、あ、これなんかきな粉のやつね、これね、美味しいよね。ママーだもん、ペナブリー、次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 、あつおもの方ありがとう、ママだもん。Sustainable
キラーお届けありがとう。こんばんは。よかったむず2人入ってた。318人、ダダちゃんさんとシンさん、2人とも今月もありがとうございます。ありがとうね。こんばんは。どうも。安倍川、安倍川氏、調べたろうかと見たら食べたことあるわ。ヒロジさん好きだわ。たくさんありがとうございます。今日の分どうぞ。タレントありがとうございます。よかったもん。319人、アメッチさん今月もありがとうございます。ありがとうね。アラサゴジさんグッと来ちゃった。サスチナブル。本当らしい。サスチナブル。グッと来た。本当に仲良かった。みんなパチパチ、ありがとうございます。いつもより可愛い。本当に違ういつもと。ゆかちゃんの店は5ドロップにシミは食べて。ありがとうね。ありがとうございます。こんばんは。どうも。そしてナブブル。いいのブブにしなくて。途中花火も上がってたよね。レベル36だせ。ありがとうございます。ね、こんばんは。どうも。どうも。うん、キングリッタもありがとうね。ありがとうございます。こんばんは。どうもん。かわいい。
可愛い、ちょっと待って、ブブの手がちょっと可愛い、写真撮ろう。え、変な手してるカメラ。可愛すぎる。変な手してる。だってね。見せたい。見て。何この手、かわいい。変な手してる。かわいくない？本当だ。何その手、かわいいんだけど。かわいい。こんばんは。サルトさんファンデビル14、はい、かわいいでしょ、ブブさん。モンスターみたい。そんなことないだろ。ね、猫パンチしてる？これ。片腕上げてる。かわいい。イエーイって感じ。かわいい。何この手。初めて見たわ。結構たまず320人。ジソンドゥーさん。今月もありがとうございます。ありがとう。こんばんは。今日はリスペンできないよ。あのかわいさは海にしか出せない。はい、しょ。はい、いつもこうやってね、生地から手が出てんの。うん、全部の足出てることもしょっちゅうある。足出てるし、足って、なんて、後ろ足出てるし。足はもうかなり片っぽしか出てないけど。全部出てんのもしょっちゅう。こんばんは。ペットも飼い主に似てかわいい。ほんとに？私に似てかわいい。かわいいでしょ、ブブさん。また体勢変えちゃった。椅子の上でいつもあぐら変えてないよ。あの、正座してるか、椅子の上で。正座じゃないな。なんていうの、お姉さん座りみたいな。こう正座ちょっと崩した座り方してるか、足上げてるか、足下ろしてるか、普通に座ってるか。こんばんは。なんかみゃみゃのとこで痛くない？痛くないんじゃない？わかんないけど。うん、落ち着くんじゃない？よく開いて寝てるよ。別にさ、ケージ開けっぱなのよ、扉だから。別に降りてきてもいいのよ。好きなとこで寝ていいみたいな感じにしてるんだけど、入ってくるよ。座布団ないと痛そう、椅子の上。痛くないよ、この椅子。クッション、なんて、座布団引いてないけど、なんていうの、痛くない、座るところ。クッションみたいになって。こんばんは。頭の方ありがとう。うん、初見さん、タレントはありがとうございます。はい、まさまさん、ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。コンサーツワーキ、あの、手しまって座ってるやつでしょ、猫が。あ、よくやってる。またさっきと同じ体勢にしてた。さっきより面白い、似てるけど。撮っとく写真。ブブさん、おいやん、そちょっと待ってね、見せてあげる。
かわいいっしょ。初音の方ありがとう。こんばんは。あら、パチになっちゃった。すごい。こんばんは。うん、よもやよもやだ。頭マーク、うまいうまいうまいさん200回目の方もありがとうございます。たくさんありがとう。ありがとうね。こんばんは。京花ちゃんも好きなところに寝てる。私はベッドに寝てますよブーみたいな寝方してない。こんばんは。ブーさんから言えば京花ちゃんの京花ちゃんの何、え、ち、ね、あ、どういうこと、どういうこと。あ、どういうこと。ありがとう。こんばんは。そんな体勢だよ。かわいいでしょ。ふーちゃんかわいすぎ、初期言うの忘れちゃった。それでいいの、いいじゃないんだから。充電直さないから。あのおっさんぽかった。そんなことない。ふーちゃん、後ろのものが足に見えた。後ろのものが足にし、え、あれにし、ひじ、ヨガちゃんのケージが冷えるって。あ、私のケージってこと。私のケージがあるってこと。どんどん熱があるけど、たまに手が俺の顔に当たるのがちょっと悩み。誰だよ、ほんとに。誰だよ。今日はどう、高青年。そうよ、高青年ってことだ。あ、そうの方ありがとう。怖いね、ウブさん。ウブの足出てる。怖いんだから。ゆーちゃん、いい旦那さんに、旦那さんになる。かわいい、耳も出てる。でしょ、いつもこういう寝方してんの。さっきの寝方初めて見た。写真撮った。今俺レベルのいい男。分からないな。お好み焼きさんのレベルがちょっと。一緒ブブ。グッドかな。寺広さんファンレベル15。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。キャハット型とさ。どうも。イケメンで性格良くて天才で世界一優しくて目がいくたって覚えしてみて、雰囲気は山田涼介さんそっくり。本当か？本当か？うん。自分でイケメンでって言ってるからな。イケメンなのか。性格良くて天才で。本当か？世界一優しくて。本当か？本当だわ。あー、ちょっと分かんないな。大丈夫？そのめちゃくちゃ自分のハードル上げてる。大丈夫？会った時にハードル上げてて大丈夫？そんなに。どうもワンダワン。まず山田さんに見せて変更と多い。ちゃこと？これは？ハードルも何も事実だから。事実か。そうだね。じゃあそう思っとくわ。イケメンで性格良くて世界で、え？イケメンで性格良くて天才で世界一優しいって。こんばんは。
こんな俺と同じぐらいのレベルのいい男っていうの相当いい男って、まあ確かにそうならね、言ってたことが本当なら相当いい男よ、ブブはブブさんはお疲れ様です。お疲れ様、チュープレゼントにする、ブちゃん、わかんないな、お疲れ様、こんばんは、どうも、今家に着きました、おかわりおかわり、シュープレゼント、ロマンスの不祥事逃がさない、消してあげる、ブチャを人間化する、そんなのある、物流しにします、先生、私が大手をやったら、いやただ友達だよってごまかすやつは予測の電気を流します、あいたー無敵センセーショナルクロス、あなたとかやるぜ、てんてんてくにリサーチだー、大嫌いしょうがない、クズは病気ね、バイバイバイ、ヘイルクダさんチームセー、何もないけどさばきだーでしょ、ワンテンシータタタタ、ありがとうございます、わかるかな、ジュイ目薬さそう、ちょっと目が乾燥する、目薬さした、
たわ。こんばんは。ハラショー、ロシア語で素晴らしい。あれね、ヤサイさんのハルジョン、あ、わかんないわかんない、聞いたことある気がするけどな、どんな曲か思い出すね。モーチョグラシアス、わかんないよわかんないよ、こんばんは、どう、わかんない、わかんない。テクの羽？わかんない。よいしょ、よいしょ。セクのね。わかんない。わかんない。腹減ったでしょ？なんか、違う国の言葉みたいに言って方がある。腹減ったでしょって言ってただけじゃん。初見です、初見じゃないよ。違うよ。ちょっと泣かせたな。ちなみにタマは自分のことを可愛くて性格が良くて癒し系で世界一可愛らしくて、もう7歳より可愛いと思ってる。思ってないよ。思ってないよ。めっちゃ思ってないよ。でそれかまわ、思うやん、思ったことだった。はい、いや、おっ、なんて、なんて、おかないかまわんと、おっ、かひらんと、おっ、かひらんと、2回目です、違いますよ、2回目じゃない、こんばんは。スペイン語でどうもありがとう的な感じ、わかんないよ、スペイン語とか言われても、日本語だけでお願いします。わかんないよ。こんばんは。勉強さんの単語読みだったら、やつは本当に。できるね。寒いな、それはわかるよ、かぶさ寒いなぐらいだったわ。猫がわからん、問題ない。猫がわからん、わかんない。そんでピエドラ、どういうこと、わかんないよ。できないで、めっちゃ目指しておくかな、左目を、右目しか目指しておく。カーソルその勢い、ソンデピエドラ石で行くべきで両方と両県サンマーレベル28、ありがとうございます。初見です、奇抜にもない、違うだろう。いたずらであなたとすれ違う。
321人、金谷さん、今月もありがとうございます。あ、ちょっと2ヶ月ぶりだった、今月もって言っちゃった。2ヶ月ぶり、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね、パチパチありがとうございます。みんなありがとう、大満点、本当に大満点、ありがとうね。ありがとう、以上。可愛かった、ありがとうございます。ウーさん、食券です。なんで食券です、星2完了、少ないの、あと98投げれるでしょ。可愛だった、あれだね。可愛だった、どういうのか、ありがとう、こんばんは、どうも、こんばんは。102キラ完了、多いのに投げれないの、102は。100なのよ。では、102って。やっぱり、京香ちゃんの手は、見せたいのは、ウゾロップに違ったるで。ほんとに、ありがとうね。よかったわ。そう、16日までに投げればいい。そう。16日は、一日中投げれるはず。16。月曜までかな。日曜までじゃないの、なんかね。イベントとちょっと違うんだけど、そう、16日は終日投げる。そう、あ、土日はお昼と夜2時間、ね、2時間ですね。16日だけ1日中。こんばんは、どうも、マルガンさん、100回目の方もありがとうございます。たくさんありがとう、はい、はい、まさに綺麗な、はい、いや、どっちも嬉しいよ、嬉しいよ、そりゃ。タオの店は、エイヤちゃんの歌声より魅力ある。ほんとかよ。これは嘘だろ。こんばんは。そうだね、そこが紛らわ、え、そうだよね。イベントは日曜までだけど、ライバーをタレントは月曜まで。そう、ここやがてこし。57分。ありがとう、知ってくれ。何も、よく気づいたね。何だよ。何がよ、皆さん、美人さん、美人さんも嬉しいよ、そりゃ嬉しいです、褒められて嬉しくない人いないよ。で、13位からランキングありますね。
13位、たけさん、ありがとうございます。12位、ポップ許可ため大好きだよさん、ありがとうございます。11位、スペースランナウェイさん、ありがとうございます。10位、コロちゃんさん、ありがとうございます。9位、ミミさん、ありがとうございます。8位、マサトさん、ありがとうございます。7位、テラヒロさん、ありがとうございます。6位、ヤスさん、ありがとうございます。5位、ティーさん、ありがとうございます。4位、ノーセツさん、ありがとうございます。3位、ヒロジさん、ありがとうございます。3位、キヨナチさん、ありがとうございます。そして1位がフロマンさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとうございました。初音の方、ありがとう。こんばんは、どうも、ありがとうございました。アロハシ1回目、ありがとう、あざました、あざました。初音の方、ありがとう。こんばんは、どうも、ありがとうね。次の配信22時半から、12時までします。そしてもうググさ、寝るポジションずっと探ってんのか。めっちゃ動いてるわ、どうしたんだ。これなんか寝るポジションが動く、見つからないらしい。ちょっと動いてる、かわいい。また30分後ですかね、配信するので、よかったら。どう食べようかな、私は。給食です。30分しかない。普通にご飯するから。間に合うかな、30分で。間に合うかチャレンジしてこようかな。冷凍のご飯があるから、レンジしようかな、それ。あ、やばい、チュール狙われてる、ウーブに。落とされちゃう。こら。寝てると思ったら。ご飯食べてくるわ。ご飯レンチンしよう。仮眠します。おやすみ。じゃあ一旦かな。今日もタレントをドライバーをありがとうございました。たくさんありがとう。ね、じゃあまた次の枠で。10時半からの枠で。また30分後。ありがとうございました。またね。また後で。またねー、バイバーイ。